こんにちは、リリーです。今日はですね、皆様にご報告があります。実は私リリーは赤ちゃんを産んでお母さんになっていました。どうもリリーです。今回の動画はですね、私的にまず小さな夢の一つであった、そう、こちら西松屋さんに行く夢叶えてきました。あー嬉しい。まあ、この服と実家で撮影してるということで、リリーの飴玉をね、昔から見てくださってる方は、あれ？あの時のかいちゃんって思われてる方もいらっしゃるかもしれません。そう、島村購入品の時、あれ実はもう妊娠5ヶ月目に入ったばかりの頃ですね。そう、今なんですよ。まあ、言うて赤ちゃんの大きさはまだ 100g ぐらいやから、そんな増えんでいいんですよ、母体は。やんのに座りでしんどかったりね、食べては寝て、もう家事とかお仕事以外の日は家事だけして、あとはずっとベッドで横になる生活をしてると、5kg も増えてもうた、ほんまにやばいわ。さあ、話は戻りまして、西松屋に行って購入したものを紹介したいと思います。今回西松屋で購入してきたのは、よいしょー、こちらです。まずはどうしようかな、定番品からいきましょうか。定番品といっても、初又さんには全然何を選んだらいいのかわからない、こちら骨盤ベルトです。子宮が大きくなるにつれて腰周りの骨とかもちょっとずつ緩んで、こう妊娠に向けて、体の中で変化が起こってくるそうなんですよね。そういう時にこのベルトを巻いてると腰痛の対策になるということで、このベルトは妊娠中して産後も使えるものなので、ちょっと値段高かったです。3890円。これどっち前？これでも巻く位置が大事みたい。あんまりおへその方じゃなくって、お股よりちょっと上ぐらいやな。ここら辺に巻くってこと？よし、続いては下着なんですけど、こちらです。これ謎なんよね、普段今までつけてたブラジャーってこんなんないねんけど、これなんなんやろ。上からつけてみようか。ホックは後ろにあるけど、これがほらほらペロンってできんねや。すげえ、そういうことやんね。あ、わかった、ここにホックがあります。見えるかな、今こうなってるのをコキッと後ろに折ると簡単に外すことができて、こうや、だからこれあんねや、すげえ。でおっぱい出して赤ちゃんにおっぱいあげれるよーってやつかな。え、すごっ、なるほどね。ちなみにこれノンワイヤーやから柔らかくてつけ心地もめっちゃいいです。ベビーカーとかは高くてもいいもの買った方がいいよってすごい先輩ママさんからとかも聞くから、ちょっとぐらい高くてもいいもの買おうかなと思ってるけど、こういう医療品系はできるだけ安くで済ませたいですね。ショーツも妊婦さん用のものに変えてます。今までやったら面積が小さいものとかもね、つけてたのが大きい、こうおへそぐらいまであるものなんで、見た目はほんまおばちゃんみたいですごい嫌やから、せめてあの可愛らしいピンクとかちょっとさくらんぼ柄とか自由で、まとめ買いして、なるべく可愛いものを選ぶようにしてます。次はお洋服ですね。こういう白がフードついたワンピースを買いました。丈もめっちゃ長めで、めっちゃ伸びるわこれ。こうやって中でブリンっておっぱい出せるようになってるわ。続いてはチェックのマタニティパンツです。お尻側はポッケもついていて、前はこんな風になっているマタニティパンツです。サイズは M と L があったんですけど、これは M サイズにしました。また後で試着も取りますが、色違いでブラックも購入しました。これはもう使い回しめっちゃ効くやろなと思って、 M サイズと L サイズ両方購入してます。これもデザイン一緒で、前は
お腹周りがリブになって伸びやすい生地、結構伸びのあるレギンスパンツみたいな感じです。マタニティになってからの変化は、今まで黒い服ばっかりやったのに、ちょっとこういった女性らしいデザインとか可愛いものも挑戦したいなって思うようになったのは、自分の中で結構大きな変化かも。では早速このパンツちょっと履いてみようと思います。まずチェックから履いてみました。お腹はこんな感じになってて、まだそんなお腹出てないのでちょっと余裕ありますけど、結構伸びても履けますね。じゃあ次黒履きます。丈はちゃんと裾まで足りてるし、ストレッチも効いてて、こんな屈伸もできます。後ろのお尻は、いや、買い物できたわ。っていうかほんまちょっと動いただけで息切れする、やばい。マタニティ用の、ブラショーツで、やっぱ締め付けてると成長の妨げになる可能性があるので、できるだけお腹周りとかゆったりしたもの、締め付けがないものを選ぶといいですよって先生もおっしゃってたので、ちょこっとずつマタニティウェアというものを揃えてみましたが、まあトップスとかはもうゆったりめのパーカーとか T シャツであれば全然今までのも使えるので、そんなに買い足さずに、あとはベビーカーとかおむつとかいずれ必要になってくるであろうものを結構まとめていろいろ買うと金額もいくみたいなので、そっち用に節約しておこうと思います。まあでもね、良くも悪くも、いや悪くやけど、コロナがこんだけ流行ってて外に出れへん日が続いてるので、まあ、よかったかな。いっぱい外に出るんやと、やっぱり可愛いマタニティウェア着て出かけたくもなるし、まあ、プラスに考えましょう。節約の時期です。お仕事以外は外に出ずに安静にお家で過ごしたいと思います。ということでですね、今回は西松屋での購入品をご紹介しました。グリーンの色も売ってました。やばい、めっちゃ息切れる。今まで一区切りでボワーッと喋れてたぐらいの文字数が喋れなくなってます。息継ぎをちょっとね、回数を多めにしないとこういう感じで息切れしちゃうので、撮影中ちょいちょい止まってます。そう、撮り直して撮り直してっていう感じになっちゃってますけど、慣れては食うでしょう。あー気持ち悪い。眠たい。さっき起きたばっかりのに眠たい。気持ち悪い。異常な眠気と吐き気は続いております。ちなみに今やから言える裏話、産毛ベイビーが出産する動画上げるまでに2ヶ月ぐらいかかってたと思うんですよ。もっとかな。結構ね、期間空いてた時あったんですけど、あれ実はつわり真っ最中の時期で、で家で編集しようと思って音出してると、ウブとかタタとか自分の鳴き声やのに他のワンちゃんの鳴き声と勘違いしてめっちゃ吠え出すんですよ。だからうるさくてできひん。ほんなイヤホンつけてやったらいいわと思って、こうイヤホンとかヘッドホンつけて編集するけど、まあ、編集前はちょっとグロテスク、いや結構グロテスクな映像と音がすごいリアルに聞こえてくるから、それでまたウエってなって全然編集進めませんでした。でもどうしてもあれはまあ感動的やったし、まあ、Vlog として残したいのもあったり、あと愛犬が自宅出産するときにどんなグロそなんやろみたいな、覚悟しとかんなとか、みんなはどんな風にしてんやろっていくらこう獣医さんに聞いても、やっぱ100回聞くより1回見る方がいいってあるじゃないですか。100分1見にしかず、そうそうそう。
だから YouTube とかでいろんなあのワンちゃんの出産動画を見て免疫をつけたりとかで、いろんなネットを見て知識を入れとかなと思ってやってたんですけど、まあでもそのおかげもあってギリギリ私でも耐えれて出産に立ち会えたので、まあこれからまた愛犬自宅出産考えてますっていう方の役に立てたらいいなと思って、すごい時間はかかりましたけど編集しました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。